時速100キロ近いスピードで走る車、高速道路ではちょっとした油断が大事故につながります。こうした衝突事故などでは、運転席や助手席のシートベルトの着用だけでなく、後部座席のシートベルトの着用・非着用が乗員の生死を分けるのです。平成18年では高速道路での死亡事故は前年に比べ減少しましたが、後部座席シートベルトの非着用者の致死率は高く、シートベルト着用者のおよそ4倍に上ることが分かっています。また事故の状況によっては車外へ投げ出される危険性もあります。この車外放出についてもシートベルト着用者に比べ2倍以上というデータが出ています。そしてシートベルトを着用していない後部座席の乗員は自らが凶器となり得る可能性もあるのです。運転席および助手席に座る人に負傷を負わせる危険性はシートベルト着用者が 1% 未満に過ぎないのに対し、非着用者は 30% にも上っています。にもかかわらず、我が国の高速道路における後部座席のシートベルトの着用率は運転席や助手席に比べて極端に低い現状にあります。世界の多くの国ではすでに後部座席同乗者についてシートベルトの着用が義務付けられているのです。こうした状況を踏まえ、平成20年我が国でも改正道路交通法により後部座席のシートベルト着用が義務化され、着用しない場合には違反となり、運転者に違反点数1点が付されることになりました。このビデオでは高速道路での衝突事故などの際、乗員がどれぐらい衝撃を受け、どのようなことが起こるのか、人間の代わりとなるダミー人形を使って見ていくことにしましょう。高速道路でよく起こる事故の一つが追突事故です。事故や渋滞で前方の車が停止していることに気づかず追突してしまう事故です。この時追突した車の乗員にどのようなことが起こるのでしょうか。ここでは高速道路で渋滞のため停止した乗用車に後続車が追突する事故を想定し、追突した車の乗員がどうなるかをダミー人形を乗せて検証します。2列目にシートベルト非着用の親子のダミー人形を、3列目にシートベルトを着用したダミー人形を配置し、比較実験を行います。実験は時速100キロで行われます。まさに激突。これと同じことが実際に高速道路で起こるのです。では車内のダミー人形の様子をスローモーションの映像で確認してみましょう。2列目のシートベルトを着用していない大人のダミー人形は、衝突の勢いで運転席のシートにぶつかり、天井などに叩きつけられながら
座席から投げ出されました。角度を変えて見てみましょう。その後このダミー人形はそのままものすごい勢いでフロントガラスに激突しました。子供のダミー人形は座席中央に座っていたためそのままストレートにフロントガラスに叩きつけられました。では3列目のシートベルトを着用したダミー人形はどうでしょう。シートベルトを着用したダミー人形はシートベルトが体を保持し被害を最小限に食い止めていることが分かります。衝突後の各ダミー人形の損傷状態を検証してみましょう。3列目のシートベルトを着用したダミー人形には事故による外傷は見受けられません。一方、2列目のシートベルトを着用していない2体のダミー人形はいずれも激しくぶつかった形跡があり、生身の人間の場合生命に関わる重大な損傷を負っていたことが想像できます。ちなみに時速100キロで衝突した場合、その衝撃は39メートルのビルから落下した衝撃に匹敵します。39メートルのビルから車を落とされる場合と同じ衝撃なのです。これを見ても後部座席のシートベルトを着用していない乗員はいかに危険かが分かります。また自分が被害者となるだけでなく、自身の体が運転手や助手席に同乗する者を殺傷する人間凶器となって加害者になる可能性もあるのです。ご覧ください。後部座席のシートベルトを着用していないダミー人形が運転席のシートに激突した衝撃で運転席の背もたれが前方に変形、エアバッグと背もたれの間に強く挟まれ、運転手がいわゆるサンドイッチ状態となっています。このようにして運転手および助手席の乗員が負傷するケースが現実に多く発生しているのです。被害者になるのはもちろん、加害者となる可能性もあるということを忘れないでください。先ほどの実験は時速100キロという猛スピードでの追突実験でしたが、たとえ直前に気づいて追突を免れたとしても急ブレーキによって乗員にかかる力は計り知れません。そこで時速100キロで走行する車に急ブレーキをかけ、その際後部座席シートベルトの着用と非着用でダミー人形がどのような挙動を示すのか比較実験を行いました。後部座席右側にシートベルト非着用のダミー人形、左側にシートベルト着用のダミー人形を配置しています。車外からはダミー人形の様子がはっきりと確認できないため、車内に搭載したカメラを見てみましょう。C
シートベルトを着用していないダミー人形はご覧のように運転席に体を激しくぶつけ座席から投げ出されました。一方、シートベルトを着用したダミー人形はしっかりと体を拘束されています。シートベルトを着用することによって負傷する確率が大幅に低減されることが分かります。この実験を見ても後部座席が安全だという認識は間違っていることが分かります。以上、2つのケースでの実験をご紹介しましたが、いずれの条件下でも後部座席のシートベルトの有用性が顕著に確認できました。後部座席のシートベルトの着用は自分の命を守るだけでなく同乗者の安全を守るためにも絶対に欠かすことができないことがお分かりいただけたと思います。シートベルトは車に乗る人を守る命綱です。運転席や助手席はもちろんですが、後部座席に乗る方も必ずシートベルトを着用しましょう。後部座席のシートベルトの着用は法的にも改正道路交通法により義務化され、運転者は後部座席の同乗者にシートベルトを着用させる義務があり、着用しないと違反になります。これに違反した運転者には違反点数1点が付されます。着用しづらい、着用すると窮屈、面倒だからなどと言ってシートベルトを着用しないことは絶対に許されません。必ず後部座席のシートベルトを着用するようにしてください。そして車に乗ったら前も後ろも全席全員すぐにシートベルトを着用することを家庭や地域職場などでも勧めましょう。